またさ、おせち会あったじゃん。あの時にさ、あのお土産を持ってってたのね。で、シュークリームをあの2箱両手に持ってたの。あと、自分のバッグ。その日さ、珍しくジーンズを履いてて、で、なんかその日すごい体調が悪くてね。で、気持ち悪い、吐きそうと思って。だから坂本、ちょっとの間だけタクシー乗って、途中から降りて歩こうと思ってたの。で、タクシー乗った時に、その当時ほら、冬服だったから、チャックのとこ見えないし、一回開けちゃおうと思って、ジーンズをさ、開けてたのね。で、そしたらさ、それを忘れてそのまま歩いちゃって、おばさんがね、坂本のことをチラって見たと、すごい勢いでチラってもう一回二度見して、顔もめっちゃ近づけてきて、下半身ガン見してきたの。でも、分かってなくて、坂本は。全然気づかなくて、坂本は。で、その日、早く着きすぎちゃったの、坂本が。だから、ずーっとずーっとぐる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 街中をしてたのよ。な、街中ですっごい見られてたの。でも、なんでか分かんなくて、なんでみんな見んだろうと思ってて、坂本がさ、パッてチラって下向いてもさ、ちょうど見えなかったの、その自分が解放されてるところが。だから、あの、トライアングルができてることに気づいてないまま、そのままカラオケに行ったのね。もう時間長すぎやわと思って。で、カラオケ入って、部屋入った瞬間に気づいたの。ふわっと思って。待って待って、ふわっと思って。もうそれ以来、めちゃくちゃ坂本トラウマになっちゃって、ジーンズが。全然履いてない、マジで、あれ以来。マジで嫌だ。なんで気づかなかったんだろうっていうのと、あと、なんでそんな気持ち悪かったのかもわかんなくて、その、寝不足だったのかな、わかんないの。